マジキュンルネッサンス、君にマジキュン、星フェス準備会始まるよ。キラキラ光が弾けてる、あら綺麗、あら綺麗、あら綺麗、どうもどうも、あら綺麗、どうもどうも、あら綺麗、よろしくお願いします。お邪魔します。どうもどうも、盛り上がっていきましょう。じゃあチンカ、じゃあね、お客様も来た、こんにちは、どうも、こんばんは、どうもこんにちは、どうもどうも、後ろの方までありがとうね。ありがとうございますね、本当にね。はい、じゃあセンターの方も行きましょうか。あ、どうも、ね、ね、はい、はい、じゃあ改めまして、ね、お、何、はい、これ下からお願いします。すごい映ってる、すごいコメントが、まあ、みんなからのね、コメントここにあるんだろう。 LINE みんなありがとうね。 LINE ライブで生中継してるということでね、ね、ショウタン、ウメちゃん、ケンヌ、エビツさん、ショウタン、ケンヌ、メイちゃん、ウメちゃん、全部読まなくていいよ。ショウタン、オノユって書いて、オノユ書いて、ワチャワチャワチャチェロワチャワチャチェロワチャチェロ、小野ゆき一向に来ない。ありがとうございます。ありがとうございます。きっと来る、いっぱい来るよ。見ても見ても小野ゆき一切来ないの面白いですね。どれどれどれってね、小野ゆきまた太ったってなった。なるほど、見てるね、よく見てるね。はい、それでは改めて順番に自己紹介していきたいと思います。はい、まずは僕から、皆さん改めましてこんばんは。一乗寺定家役の梅原雄一郎です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。続いてケンさん、よろしくお願いします。はい、住宮青役のケンです、こんばんは。すごいぴったり、すげえ、まるで練習したかのような、すごいですね、なんとね、ぶつけ本番で皆さんで、ね、よろしくお願いします。楽しんでいきましょう。じゃあ皆さん、すごい大声援、こんばんは。ありがとうございます。縦脇に出る小野木です、よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、次です。ハートめっちゃ安城類役畑野渡るです。よろしくお願いいたします。皆さんこんばんは。つくしもの役の青井翔太です。よろしくお願いします。会場の皆さん、そして画面の前の皆さんもこんばんは。ありがとうございます。響きかのた役の江口孝也です。よろしくお願いします。はい、早速始まりましたマジキュンルネッサンス君にマジキュン星フェス準備会ですが、はい、はい、このイベントはオールメディアプロジェクトマジキュンルネッサンスの魅力をすごいね、すごい、まあ、梅ちゃんごめんね、すごいですね、スタイリッシュ、すごいですね、スタイリッシュの電柱があるんだよ、そこに、いいな、なんかね、CM だ、CM、 あ、うわ、すげえ。誰も進めないのこれ。なんなの。いや、ということでね、皆さん、はい、6人揃いましたよ。いやー、ありがとうございます。初めてなんですよね。ちなみにですね、夜の部は、初めもありましたように、はい、LINE ライブとアニメートチャンネルで生配信も行っております。生配信、はい、はい、カメラどこだ、あれなのかな、あ、ね、あのカメラかな、はい、今回の LINE ライブのハート数に応じたプレゼント企画をやりたいと思います。ほうほう、はい、今回はちょっとハードルを上げて、はい、ハートが50万を超えたら、50万、はい、今なんぼ、今なんぼ、今どこで見んのこれ、ハート書いてない、あ、6万です、ね、今6万だ、あ、結構いってる、もう差し込むんで6万、いける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 、でも、はい、見て、高橋名人、高橋名人、主張の数がめっちゃすごい速く、主張すごい、13万6000人みたいな、ルルルルルルって合わせてる、すごい数いってるよ。
うわ、すごい勢い、すごい勢いで上がってる。100の位がどんどん上がる、ね、目指せ50万でもね、頑張っていきましょうね、はい、50万超えたら今回プレゼントはですね、はい、イベント会場で販売しているマジキュンルネッサンスのうちわに僕たちのサインを入れて3名様にプレゼントをしちゃいます。いいよいいよいいよ、上がって上がって、お願いします。ねえ、もうすでに7万も超えてるんで、すごい、ね、いいですね、いい感じです。はい、それでは、イベントをスタートしたいと思うのですが、はいはい、せっかくですので、うん、会場の皆さんと一緒にイベントスタートの掛け声をしたいと思います。僕たちがキュンキュンと言ったら、キュンキュン、大きな声でマジキュンと言ってください。大丈夫でしょうか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 。やるんでしょ。嬉しさが漏れてるよ。大丈夫でしょうか。嬉しさが漏れてるよ。ケンさん考案のあのキュン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 マジキュン。ね、皆さんよろしいですか。あの画面の前の方もお願いします、ね、恥ずかしがらずやりましょうね。僕は恥ずかしいですけど。恥ずかしいんかい。それではいきますよ、はい、せーの、キュンキュンマジキュン、スタートスタートでーす。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは皆さんお席の方に、はい、失礼します。いやもうね、完璧ね。いやいやいや、いや皆さんも息ぴったりですね。そうですね。ねえ、すごい。いや、本当ありがたい。メンバー。ね。それではまずはじめにですね。はいはいはい。改めて僕たちが演じているアルティスタの紹介をしたいと思うんですけれども。はい。アルティスタというのは魔法芸術の使い手のことで、漢字では魔法芸術家と書きます、うん、はい、それぞれここにいる6人のキャラクター、それぞれの専攻がありまして、うん、いろんなキャラクターがいるんですけれども、うん、どんな魔法芸術家なのか今から紐解いていきたいと思います。なるほど。ここで改めてね、はい、はい、まず最初に紹介するアルティスタは、はい、誰だろうな、こちらでございます。誰だろうな。そうなんだよな、誰なんだろうな、誰なんだろうな、誰なんだろう、誰かな、誰かな、誰かな、来るかな、気になるし、顔も作ってるんだけど、ねね、一向に画面に反映されないんだよ。そしてこっち、真っ青のままなんだよな、会場の、あ、画面、全くな、あ、来た、来た、来たけど、来たけど、こっち全然映ってない、プロジェクターの方に一切映ってないんだよな、スクリーンは、うん、あー、なるほど、飾りですか、出ないみたいです、今日は飾りです、スクリーンは。早く治りますように。残念。なるほど、まあそういうこともありますね。あれあれ、まあ、まずはね、あれでしょう、ね、ただ、この、あのなんだ、ライブの方には僕の顔のドアップが延々映ってなんと、ごめんね、お見苦しい全国に本当申し訳ない。いわゆる20万人見てますよ。うわー、すげーなー。20万人、ハートが20万超えてて、視聴もでも17万いってますね。恐ろしいですね。ありがとうございます。すごいですね。嬉しいですね。ありがとうございます。まずはそんな、僕が演じる一条寺定家ですけれども、はい、年齢が16歳、高校2年生、はい、好きな食べ物は甘いもの、嫌いな食べ物辛いもの、はい、生活主義者のストイックなシンガーでございます、はい、うん、はい、主人公の同級生であり、うん、学内トップの歌唱力を誇る星芸のキングと呼ばれております。キング、はい、そしてですね、うん、父と二人の兄にプレッシャーをかけられているんです。かけられてる、かけられちゃった、だからこそ結構ストイックになっちゃう部分もあるのかな。そうですね、家のためとかものすごいそういうものを背負って、プレッシャーも受けつつ、はい、じゃあ一人で結構練習すること多いのかね。そうですね、かなりストイックで、うん、まあそうですね、内容が言えないのがちょっと口惜しいです。なかなかね、やっぱね、そうですね、そういうキャラクターあれですね、甘やかしてあげたいね。いいですね。甘やかしてあげたい、なんか結構ね、もうガツガツと一個攻めてる状態でやってる中でのこう甘やかしてあげたいな、甘やかしてあげたいところもあるんですけど、何か食べるとか。あ、いいですね。そしてここで突然の、え、何ですか、セリフクイズでございます。え何を、それ昼の部もやったけど。え、何何、夜の部もあります。穴埋めセリフクイズ、はい、あるんだ突然に。ちょっとじゃあ、はい、穴埋めの、穴埋めのが出ないので、ちょっと皆さんちゃんと、ね、そうだよね、ここまでちょっと説明して覚えてくださいね。はい、覚えます。はい、一条寺定家のセリフからの問題です。なんだ、穴埋め問題でございます。今日しか言わないからしっかり聞けよ、おほにゃららよかった、あ、さあほにゃららくれよ、誕生日おめでとう。さてこのほにゃららに当てはまるものは何でしょうということです。今日しか言わないからしっかり聞けよ、はい、ほにゃららよかった、さあほにゃららくれよ。今あのライブ配信の方はね、あの、うん、画面出てますけど、なるほど、皆さんちょっと覚えていただいて ね、はい、ね、やらないといけないですけど、ね、分かった方は挙手でお願いします。挙手制か、いきなり穴埋め2つ来ましたか。
ホニャララの部分。ああ、分かった。ですね。あ、そうそう、じゃあ俺らも、あ、俺らこう手元にあるからね。ホニャララ、よかった。よかった。はい、投資会。仲がいい。仲がいい。じゃあ、せーので言いますね。いいよ。ちゃんとしちゃいます。せーので行くんですか。おかしくなっちゃう。ケンさんからどうぞ。ケンさんから。はい、じゃあ行きますよ。はい。今日しか言わないからしっかり聞けよ。うん。俺の歌よかった、さあ褒めてくれよ、誕生日おめでとう。おーおー、おしがり屋さんかよ。すごい目立ってるな。自分がすごい前に出てます。そんな一面もある。そんなね。いや、はい、まあね、あれ違う、間違えた。これは違いますね。はい、はい、小野さん、いました。今日しか言わないからしっかり聞けよ。ガスの元栓閉めてくればよかった。さあ俺の代わりに閉めてくれよ、誕生日おめでとう。なんでなるほどね。ね、結構ストイックだし神経質なのかな、気になっちゃうんだろうね。ガスの元栓はね、ほんと気をつけてくださいね。そうそうね、気をつけてくださいね、こういう時期でもね。違いますね、これは。違うんだ、違うのか。さあどうだ、まあ、主人公に対する言葉ですから。対する、まあね、何かちょっと甘めな感じですかね。乙女心くすぐるみたいな。そうですね。あ、なるほど、今ヒントですよこれ。乙女心って今必死に入力がね、こうチカチカしますけどね。なるほどね、一生懸命ね、スクリーンの方。はいはいはい、わかった。はい、さん、ケンさん、今日しか言わないからしっかり聞けよ、うん、デザート頼んどけばよかった、さあ頼んでくれよ。人任せ。案外人任せない。食べたくなっちゃったんですね。甘いもの好きでしょ。なるほど、ね、そうだ、そうね、キャラクターは合ってるんですけどね、うん、なんかあれ違うの。そうなんです、これじゃない。難しいよ、どういう感じの言葉なのよ。なるほど、ヒントちょうだい。ヒントヒント、ヒント、うん、そうですね、うん、まあヒントヒント、じゃあ最初のホニャララをちょっと言っちゃいましょう。おお、今日しか言わないからしっかり聞けよ、うん、お前に会えてよかった。お前に会えてよかった、さあホニャララくれよ、誕生日おめでとう。お前に会えて、はい、お、はい、今日しか言わないからしっかり聞けよ、お前に会えてよかった、うん、さあ来世も会ってくれよ、お誕生日おめでとう。あおお、今世だけじゃなくて来世もね、来世も予約しておくみたいな、ね、予約だっつってね、うん、すごいね、惜しい、これ合ってるでしょ。惜しいか、惜しい。あ、まだ、じゃあ、はい、お願いします。再来世、再来世。いやいや、そっち逆だ、逆だ。 お前の前世を教えてくれよ。怖い怖い、すごい知りたいんだな。前に戻った。そんな彼やだ。歴史をね、紐解いていこうみたいな、ね、面白いな、ルーツいいな。今世でできることですね。今世でできることですね。はい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 、たくちゃん、江口さん、お前に出会えてよかった、さあお前をくれよ。うわぁ、惜しいじゃない、惜しいじゃない。甘いですけど、でもまあちょ、もうちょっと、もうちょっとライトな感じ。もうちょっとライトな感じ。ライト、ちょっとすぐできることです。すぐできること、すぐできる、すぐできる。はい、はじゃあ、え、すぐできるんでしょ。はい、おお、あれ、しおちゃん、何すぐできるの。何すんの。今日しか言わないからしっかり聞けよ、 お前に会えてよかった、うん、さあキスしてくれよ。あ、うおトレートだ。ちょっと進みすぎましたね。あ、ちょっと、まだ手前なんだ。大胆、もうちょっと、もうちょっと、え、あ、じゃあ、はいはいはい、はい、じゃあ今日しか言わないからしっかり聞けよ、お前に会えてよかった、さあお前の髪の毛の先端をちょっとだけファサッと。気持ち悪い。ちょっと気持ち悪いよ。気持ち悪い。実は早いから、ちょっとだけファサッと髪の先端を動かさせて、ファサッとさせてくれよ。変態じゃない。分かった分かった。はい、鳩野さん、君のお母さんを紹介してくれ。ちょっと最悪じゃないですか。キスより前にね、お母さん。なんで誕生日おめでとう。複雑よ。先走りすぎです。めっちゃ複雑やね。ちょっとすごいな、いきなりご挨拶に伺うっていうね。ご挨拶です。そうそうそう、でもなんだっけ、あの、この作品って、はい、まあ、うん、各々の、うん、なんか長けたものがあるけど、はい、一つだけなんか共通点ありましたよね。お、なんだっけ、共通点、何何、共通点、なんだっけ、ダンス、ダンス、ダンス、あ、なるほど。だから、はい、はい、お前に会えてよかった、さあ一緒に踊ってくれよ。おー、シャルビダンス。あー、いいんですけどね。おしゃれ、違うんですよ。違うの。なんだ、そろそろ正解、教えてよ、教えてよ。今日しか言わないからしっかり聞けよ、お、お前に会えてよかった、さあ笑ってくれよ。うわ、誕生日おめでとうということで、笑ってほしいですよね。なるほど、すごいね、やっぱ素敵だね、本物は。おしゃれ、それはキスの前だね。前だね、そうですね、キスの前だね。シュールなんだよ、その笑顔高いね。あの、俺のさ、あの髪の毛の下りのところのコメント見たら、ただ一言キショッとだけ。なんかこういう時に、あ、こういう時なんかコメントあってよかった部分とちょっと
がやばい部分ですね。文字の攻撃力が強いですからね。たった3文字、ハートハートしといてください。もう50万間近ですよ。あ、本当だ、42万。早いですね。ハート42万。すげえ、復活しましたね。5000、画面6000、7000、8000、9000、50万いった。はい、50万いった。本当？早い、早い、早い。ありがとうございます。早いですね。早すぎだよ。今24万人見てますもんね。まだ1人もいない。ありがとうございます。それではここで、9月21日に発売予定のプレイステーションビータ用アドベンチャーゲーム、うん、マジケンルネッサンスから一応時定下の登場シーンの一部をご用意しましたのでご覧いただきましょう。今回はですね、はい、まだ公開していなかった新しいスチールでございます。どうぞ。うわー、あー、ちょっと待って、ちょっと待って、あれ、なになになに、ほっぺたあからめてる。ほんとだ。おい、ちょっと待てよ。おいおい、テイカのほっぺがデレデレじゃねえか。おいおい、デレデレ、どうした、マジでストイックマン、どうした。どうした、ミスターストイック。もう笑ってますけど。マジか。わー、すごいシーンだね、これ。あららら、またこちらゲームプレイしていただいて、ぜひ、はい、見ていただきたいと思います。楽しみ、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、さて、続いてのアルティスタをご紹介しましょう。続いてご紹介するのはこちらです。はい、続きましては住宮葵でございます。はい、私ケンが担当させていただいてますけれども、年齢16歳、高校2年生、はい、好きな食べ物和食かっこ煮物、うん、そして購買のパン、はい、結構ね開きがありますね。で、嫌いな食べ物がピーマンということで、まあ苦いのが嫌いなんでしょうか。結構我が道を行く孤高の書道家ということで、はい、なんて言えばいいんですかね、アーティスティックな感じの、ね、雰囲気があって、職人気質な感じですね。まあ、よく言えばそうなんですけど、はい、まあ、結構人見知りというか、はい、引っ込み思案な部分もあって割と一人で行動することが最初の時点では多いんですけれども、はい、まあ、いろいろなことがあって、はい、みんなと仲良くなっていったり、こうチームワークがより深まるっていう、はい、いうことになっていくんですけれども、はい、うん、いや、なかなか ね、うん、演じるときに意識したことなどありますか。うん、割とテンションがずっとローなので、はい、うん、最初のこう関係性から後々こう関係性がやっぱり主人公と近づいていくんですけど、うん、そこでトーンだったりテンポだったりっていうのをかなり意識して変えるようにしました。うん、割とこう足し算じゃなくて引き算な感じで、結構そぎ落としていった感じですね。はい、そういった方。あと、ここで突然ですが、はい、どうですか、え、穴埋めクーイズ。またか。来た、突然だからびっくりさせてすいません、皆さんね。まさかのクイズ、はい、まさかの穴埋めセリフクイズでございますよ。はい、住之宮葵のセリフからの問題でございます。分かった方は挙手で答えていただきたいと思います。はい、早速お題こちら、はい、僕にはふふんふんふんがある。ふふんふんふんまで、僕はただふふふふるだけだ。ふふふふ、これ難しいな。難しい、3つ難しいんだよな。3つありますね。難しいね。はい、僕にはふふふがある。あると。はいはいはい、はい、ふふまで、僕、はい、僕には金がある。金がある、うん、バイト先まで、うん、僕はたくるだけだ。あなんか本末転倒な感じがいいですね。もう金はあるなのにたくっちゃうっていう、すいませんって言ってワンメーターでも行っちゃう。なるほどね。あ、いいですね。あ、残念、惜しい。違う、惜しいんだ。惜しいの、惜しい。バイトの部分が近いね。え、バイトは近い。バイトどうだろうな。バイトは近い。はい、じゃあたくるかな。そっち、僕タクルキャラなの。タクルキャラってどういうキャラですか。すぐタクルキャラなの。あ、すぐタクルキャラ、ね、僕はなんか葵はすごいこの真面目なキャラだから、ね、やっぱり、ある意味葵もストイックなんで、そうだよ、やっぱりこう自分の目指しているところにまっしぐらっていう感はありますね。まさに今それを言うのかなと思ったんですよ。僕には夢がある。おお、実現するまで僕は努力するだけだ。ストレートだ。もうほぼほぼ正解なんですけど、僕の専攻は何ですかね。専攻、あ、僕は、なるほど、僕は何したいんですかね。書道、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 うめたん。僕には筆がある。おおおおお、夜が明けるまで僕は君を筆でこしょぐるだけだ。おいちょいちょいちょい、うめえ、ちょっと梅原、本当に梅原、ほらそれはやらないって言っただろう。お前、それは夜の部やらないって言っただろう。お前、ほら、こしょぐるんじゃないよ。
本当にね、腰を振るんじゃないよお前は、ね、君の人生が羨ましいんだよ本当だよ楽屋で腰振るぞお前を。いやもうもう、うん、ちなみに青はどうなるどうなる、まあ、ほぼほぼ合ってるのかこれ、ほぼほぼ合ってるのか、腰ぐるのかこれ、ほぼほぼ合ってるって、腰ぐるの、いや、あの人に対して何かってことではないね。なるほど、畑野さんがやっぱ近いですかね、やっぱ一番ね。じゃあもう正解いっちゃいましょう。お願いします。ね、はい、正解はこちらです。僕には書きたいものがある、それを見つけるまで僕はただ書き続けるだけだ。かっこいい、かっこいい、そういうことか。あ、まあ、ただひたすらやっぱ彼はね、こう目標に向かって書道に向かってるのみっていうね、直線だこれ、ございましたということで、もう畑野さんほぼ正解ですね。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。いいですね、かっこいいですね。はい、ということで、住之宮葵のゲームの登場シーンの画像も、ございますので、ちょっと見ていただきたいと思います。出ますか、どうぞ。うわ、あ、え、おお、もうまさに、なんか強いですね、戦ってるみてえだな、思った以上にでかいねんまあこれは敵を倒してるわけではないんですけど、筆も光ってますし ね、 ね、うん、そう、でかい、光ってますよ。これが魔法芸術ですね、何かに集中している横顔っていうね、いいですね、かっこいいですね、ありがとうございました。楽しんでいただければと思います。はい、それでは続いてのアルティスタをご紹介しましょう。続いてご紹介するのはこちらです。出ました、りんちゃんでーす。イエーイ、はい、イエーイよ、りんちゃん、ちょっと前髪こんな指で遊ばせちゃったりしてね、ちょっとおしゃまな感じですけどね、したかもなるでしょ。先攻は彫刻でございます。おー、はい、高校3年生、うん、ちょっと先輩というか、ね、実は年上みたいな、ね、感じですよ、ね、好きな食べ物、焼きそばパン、うん、嫌いな食べ物、なし、超いい子、すごい、明るく元気で気配りもできるクラスの人気者、いい子、小柄な体格ながらチェーンソーやのみを使って巨大な彫刻を彫り上げる、うん、かっこいい。だからおじいちゃんがすごい人なんですよ、彫刻の大家、ね、そんでもってモネがいとこでね。そうなんです、いとこ、そう、はい、そうなんですね、うん、でね、料理が趣味なのでね、モネに作ってあげたりしてるんですよね、実はね。そうなんですよ、そんな一面もありますと。さあ、というわけでね、うん、あ、そしてね、クイズですね。うん、さらっと、ある意味すげえ突然だったよね。そういう突然でしたね。そういうパターン、そうなんです、はい、なんとね、あるんですけれどもね、はいはい、さあ、りんたろーのセリフから問題でございます。分かったら挙手してね、レイニーって答えてください。分かりました。さあ、こちら、ドーン。俺、お前のほにゃららをほら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 でいっぱいにしたい。なんだよ、大丈夫夢と、ね、結構長かったね。長いですね、ベロレロのところ長かったね。特に3つ目のベロベロがすごい長かったんですけども、はい、そこちょっとね、埋めていただきたいというところでございます。さあ、思いついた人、挙手。何なんだよこれ、挙手。何なんだよこれ、何切れてんだよ。じゃあお前行け。ほら行け。いやいやいや、ま、お前の、いや、これはまずい。あのね、お前 の、 の、ね、考えがまとまってないうちから出てくることはまずい。それ言ってみよう、まずい。はい、大将、俺、ね、お前のイベントだったらいいけど、これ生配信だろ、見てんだろこれ。タクちゃん、俺どうせすぐしスクショするんだろ。スクショ、タクちゃん、スクショ、え、俺、お前の、お前の脇の下を、えおそんな始まり、えお脇の下を、生配信だ今、お生で配信がされてるけど、脇の下を筆と、と筆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 と、ほうきで、ほうきだってでかいんだ。いっぱいにしたいって分かんない、いっぱいにしたいわ、どういうことだよ、どういうことだよ。ちょっと梅ちゃん的なニュアンスね、ちょっと出ましたけれども、お前さ、まずさ、うん、考える時間をくれよ。そうそう、まず今、タクちゃんがこうやって瞳悟空になってくれたおかげで、みんなが考える時間できましたよ。鳥越だろ、ね、みんな今回答温まってるから、さあさあ、どうなんだよ、我こそはという方、この後にダメだね、余計やりづらいよね、これね、なんでもできますよ。はいはいはい、ケンさん、俺、お前の財布を小銭とお札でいっぱいにしたい。いやらしいわ、めっちゃかっこいいじゃん。いやらしいわ、誕生日おめでとう。いやらしい、そんなキャラじゃないよね。しかも誕生日ですからね、現金支給ってね、キュンキュンキュンするんだね、これでね。あーでもね、あーでもね、あんまなくはないかな。嘘、あーでも僕はない、僕やりたいことあった、やりたいこと、お前にやれること正解を求めるやりたいことあった、やりたいことって何。はい、どうぞ。いい、いいよ。俺、お前のお腹を焼肉とライスでいっぱいにしたい。おー、あのね、近づいた。
嘘か、マジで。あ、でもそうか、料理が得意な。近づきましたよ、これ。はい、そうそう、そういうことね。そうか、料理だから。料理、そうだ、料理が上手だから。料理が上手だから。翔ちゃん、行く。え、はい。はい、翔ちゃん。俺、うん、お前の胃袋を、うん、お胃袋を、うん、料理と、笑顔でいっぱいにしたい。素敵。これは言ったじゃん。 お誕生日おめでとう。誕生日おめでとう。おめでとう。あー、そっち行ったか。え、違うの。違う、そっち行ったか。惜しいな。料理でねえの。惜しいな。惜しいな。なんだよ。惜しいな。あ、わかりました。はい、梅ちゃん、梅ちゃん、お前の笑顔を、笑顔を料理と彫刻でいっぱいにしたい。お前の笑顔をいっぱいにしたい。ちょっとニオ派の問題です。ちょっと別の話で分かんない。いや、言いたいこと伝わった。ニュアンスはかなり近いです。梅ちゃんのが哲学っぽいね。俺、お前の胃袋を、胃袋を、胃袋を遺産 と、あるある、遺産とあるある、元からと遺産と何よと、遺産と胃袋の中にあるものって何ですかね。遺産と何を聞いてるんだ。重篤器かな。重篤器。重篤器あるかね。そうですかね。って何。遺産とポリープでいっぱいにポリープだよ。くないよ。放置しちゃダメだからね。お誕生日に言うてるよ。だってそれは、まあまあでもね、正解のことを繰り返してるとそうなる可能性もある。ええ、可能性もある。どういうこと？